ってです。今日はここを気をつけたらバク転の歪みが治るかもって話をしていきたいなと思います。バク転ってさ、歪んだら許せなくない？自分の歪みがこう見にくいというか、にくいというかね。バク転をするときに、ここの3つのポイントで気をつけたいなって思うんだよね。1個目が膝周り。やっぱりさ、膝周りがグラグラしていると、飛ぶときに右左にこう寄って曲がってしまうと思うから、ジャンプするときに膝を動かさないようにするために、もも裏、ハムストから、お尻周りの筋肉をしっかりガチッと力を入れて固定しましょうと。で、二つ目が腰周りだね。やっぱりお腹、腰周りも左右にグラグラすると歪んでしまうから、ジャンプするときは、ぐっとね、お腹に力を入れて、腰盤って言うとしちゃった。骨盤が安定するように、ぐってね、歪まないようにしましょうと。そしてこの2つに関しては意識的に力を入れるっていうことだけじゃなくて、他にもポイントがあるのよ。バク転を習得するときにやったこの背打ちだけやってって言われたら、これで曲がる人っていないと思うの。バク転が曲がっているとしてもね。あとは私がね、こう紹介したことのあるケツアタック方式でバク転をやった人も、じゃあちょっとケツアタックやってみてって言ったら、このケツアタックだけで曲がる人っていうのはまあいないと思うの。なんでかっていうと、やっぱりその単体だけだったらまっすぐって意識できるのよ、この膝腰あたりはね。ところがバク転をやるぜってなったら、まあ、あの生きて帰ってきたいでしょ。生きて帰っていきたいから、こう上手にやりたいとか、まっすぐこう反るとかさっていうところに意識を割くことによって、今まで守ってきたポイント感覚がないがしろになってしまうっていうことで、そこが不安定になったりとかして曲がってくるんだよね。だからまず単発で背打ちなりケツアタックなりをして、まっすぐ行ってる時の力の入れ具合だとか感覚っていうのをまずしっかり覚えてほしいわけで、そのベースをもとに、じゃあもう一回バク転やってみようかなってやって、そこに意識を使ってほしいわけ。同じように体を操作してほしいわけ。そうすると、まあ腰とか膝周りっていうのが安定した状態っていうか、その正解を知っているから、そこに寄せようとして体を動かすと思うんだよね。その上でしっかり力を入れるっていう風にすると、よりまっすぐね、歪まないでいけるんじゃないかなって思うわけで、3つ目、ここが一番ね、今日伝えたいところ、改善するべきポイントだと思うんだけど、胸周り、肩周り、ここすごい厄介なんだよね。確かにパワフルな力を生み出してくれる場所ではあるんだが、同時に歪みやすくなってしまうポイントでもあるんだよね。やっぱりさ、大きな力を得ようと思ってフンって振ったら、ここでさ歪んでしまうんだよね。コントロールできなくて、ここを改善していこうっていう話なんだけど、じゃあどうするかっていうと、いつもより多めに胸開いてます、サービスしてますみたいな感じで、胸を中心にっていうか、なんならもう胸だけでいいかな。腕をさしっかり振っていっぱい勢いをつけるぞってやると、やっぱり歪むんだわ、こう無理やりになってしまってね。だから勢いをパワフルにするっていうのと、力むっていうのはまた別問題なんだよね。腕は振るんだけど、肩の力をリラックスしてビュンって振れないといけないんだけど、どうしても勢いをつけたい、頑張りたいってなったらブレてしまうから、胸の開閉だけでこう頑張ろうっていうことだね。胸の開閉だけだったらさ、左右にこう歪みようがないでしょ。だから胸を積極的にフンってやることで、手もえいってついてくるから、あんまり歪まないで手を振ってこれるんじゃないっていうこと。ここがすごい重要で、まあそうすると最初はもしかしたら肘とか曲がってくるかもしれないけど、それはそれで OK だと思う。歪みを直すっていうトレーニングでやっているから、まず肘が曲がってもいいから、まっすぐ飛べたらそれで勝ちだよね。っていうか、胸のこれってめちゃくちゃ重要だからね。本当にバク転とかバク宙とか上半身を引っ張るような動きって、これを積極的に行うのか、こう意識的にやるのかっていうことだけで全然威力が変わってくるから、これ本当に作戦としても技術としても全然ありな動きなんだよね。こうすると胸を開くっていう歪みの少ない操作で、一緒に腕も上がってくるから、ここの歪みっていうのを改善することができんじゃないっていうことなんだよね。で、やっぱりそうやっていつもと違うことをやろうってなったら、恐怖心とかがついてくると思うので、ある程度刺さっても大丈夫な環境でやることをおすすめします。ということでした。じゃあバイバイ。